常に大事な回です。これでラストかな、動画に上がるのは。さあ行きます。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがひらがな岡さんです。ひら岡、見つた、ひらがなじゃないよ、すいません、ひらがなでも書けるけどね。そうだっす、そうだっすたまにいるけど、アニメとか漫画で何々出すっていう、はい、そういうやつ、ちょっとガタいいやつとか。いやいやいや、なんか、いや、怖いよ、エヴァンゲリオンみたいな形で。いや、おい、誰がうわーだうわー言うたろか、おい方向のシーンか、はい、エヴァン一緒に電車作っていこう。どいよー、あー、吸い込まれねー、あー、捕まった、怖い、あー、怖い。これは平岡さんとやりたい作業、おズバリ何でしょう。一回ふざけてみてください。いやいや、きついはい、組体操のサボテンちゃん。いや、言うとりますわいや、これ両方まずめただけなんて言ってました。組体操のサボテン。いや、変なこと言ってた、めっちゃもう決めてたから俺そう、言うとりますわって言うて決め打ちのやつやから俺の中身どうでもよかったよスマトラ大平田のお引っ越しじゃなくて禁止便。残念、禁止便。続けるんかい、仕留めに行ったのに残念で、残念、生きてんすか全然違います。全然違うの、衝撃スマトラ大平田のお引っ越しです。一発目に言った、一発目に言った、うわこいつも来る一発目に言ったよ。そうか、一発目言ってたんですね。いやでも素晴らしい、さすが平岡さんです、はい。スマトラ大平田のお引っ越し、はい、禁止便から禁止便にお引っ越しで、はい、この交換で、うん、次はもう羽化掘り出しになるかなっていう子たちになるんで、うん、はい、ここが一番最後の、まあ、最終体重っていう感じで、はいはいはい、この体重によって羽化する時のサイズがどれぐらいなのかなみたいな、うん、楽しみもすごい増える回になるって感じですね。いや、いいね、はい、だからすごい非常に大事な回です。重要な回で、この禁止便から禁止便にお引っ越しする前の禁止便のお引っ越しの動画、はい、だから800のボトル、ちっちゃいボトルから3200のボトルに、大きい、ね、はい、4倍のボトルに変えて、今回も同じ3200のボトルに変えるんですけど、はい、ここの800から3200の禁止瓶交換の時は、はい、生配信でやったんで、うん、その生配信のアーカイブはもうメンバーシップのみになってるんで、今のところ、なるほどね、はいはい、なんでもう気になった方はぜひメンバーシップ見てほしいんですが、はいはいはい、あの概要欄から飛べるんで登録検討してみてください。お願いします、はい、で今回はそこを経て今回って感じになるんで、はい、まあ、どうでしょうかねっていうところで、これの前に一回お引越ししてるんですよ、うん、その子たちはまあ無事に順調に育ってはくれてたんですけど、うん、はい、もうちょっと伸びてくれてる子もいてよかったかなみたいな、なるほど、あわよくばの話を、まあ、元気ではあったけれども、はい、サイズ感ももうちょっと欲しかったと。そうですね、まあ、もうトリュフの話ですよ本当に、うん、トリュフの、はい、まあ、贅沢、はい、贅沢のことをトリュフって呼んでて、うん、珍しい、はい、まあ、今回だから前回の子よりも大きい子がいたら嬉しいねっていう感じの回になるんで、はい、じゃあ早速ちょっと出していきましょう。はい、はい、今回お引越しする子たちこちらです。はい、はい、こちらですね。逆、逆、イエス、逆よ、逆、うん、こっちですね、こっちですね、はい、はい、今回も5つ交換しようと思います、はい、いいですね。で実は3本目にみんな移し替える予定だったんですけど、30匹オスがいて、はい、で30匹とも禁止瓶交換する予定だったんですけど、その動画を分けてだったり動画外だったりで、はい、だったんですけど、意外ともうこういう感じで洋室を作り始めてて、なるほどね、はい、もううわすごい広い面、広いの広いの、そうです、楽しみですよね。おちなみにこの子の 56g なんで、はいはい、これがどれぐらいになるかっていう、まあこの子たちは多分夏頃には羽化するかなって感じなんで、楽しみにしててほしいんですけど、あ、ちなみにサナギの子もいるんで、サナギもよかったら、あ、ごめんなさい、サナギの子はちょっと奥にいるんで見れなかったです。すいません、なんちょっとどっかのタイミングで見ましょう、はい、はい、なんでちょっとね、ちょっと気持ち早いんですけど、うん、まあ、サナギになる前に、サナギのスイッチ入る前に新しい禁止瓶にちょっとお引越しさせておこうかなっていう感じの子たちになります、はい、なるほどね、はい、でこの子たちと前回交換した子たちの様子を見つつ、はい、この子たちよりちょっと食べるスピードが遅い子たちは交換するかしないか考えようかなって感じになるんで、なるほど、だから禁止瓶交換してすぐみんなサナギの部屋を、洋室を作り始めるようだったら、うん、これよりちょっと食べるスピードが遅い子たちももうこのままサナギになってもらおうかなみたいな、なるほどね、やっぱ結構高いんで、これ1本2800円とかそれぐらいするんで、結構しますよね、結構するんで、
なんでそれをもうほんとさなぎの部屋作るためだけにちょっと使っちゃうのはちょっとまあやっぱ金銭的にももったいないかなっていうのがあるので、ちょっと様子見のっていう感じになるんで、一旦禁止瓶交換は恒例でラストかな。なるほどね。その動画に上がるのは、はい、でこの子たちの様子を見てもう一本撮る可能性もあるしみたいなところになるんで、非常に大事ですね。いや大事な回よ。はい、なんでまあこれをまあまた同じ3200のボトルにお引越ししていくので、はい、そのボトル出しましょう。お願いします。はい、お引越しするボトルこちらです。はいはい、こちらですね。いやどこ逆でもない。腰やんなよ、こんなやつ。危なかった。やってるからね、はい、撮影中に腰を、ね、ぎっくり腰、ちょっともう年なんですから。そう、まあまあそう、いや誰が年ちゃんだよ。いや言ってないよ。言ってないよ。その年ちゃんじゃないよ。やめてください。年、気が重いわ。気が重いじゃない、気が引けるわ。ああ違いますよ。勘弁してください。年齢がいってるという年です。ああそうですね、はい、もう今年で30ですから。いやそうだよ。そうですね。ああ節目の年に、うん、大きい、今までやれなかった、はい、スペース上の都合であんまりやれなかったスマトラとか大型の平田クワガタやれるっていうのは本当幸せです。いやいいことですよ。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。じゃあやっていきましょう。やっていきましょうか。はい、まずこの子たちのこの新しい新居ですね、言ったら、はい、このボトルに移し替えていくんですけど、この禁止瓶の種類でいうと DDA の G0 っていう禁止瓶になります。はい、これがねやっぱね成長スピードがすごい速い、幼虫の体重の乗り方がすごい速くて、うん、はいはいはい、F0 ってもう一種類あるんですけど、はい、DDA でいうとよりか成虫だから羽化するというか幼室を作るまでのタイミングがやっぱ早いですかね。なるほど、ね、ちょっとサイクルが早くなるかな、栄養価が高い分なのか。なるほどなるほど。だからそこの兼ね合いどうするかって感じかな今後は。はいはい、今回は初めて G0 で一周してる途中なんですけど、なるほどね、今のところの僕の感想はそんな感じですね。早いですね。早いですね。でこの5本、はい、ま、全部移し替えるんで先に幼虫がこの外にいる時間っていうのを減らしたいんで、はい、先にここに穴を開けて幼虫が居心地が良くなるための加工みたいなのをしていきますんで、はい、まずちょっと説明しながら1本やりましょう。はい、まずこれ穴開いてないんでこの真ん中に穴を開けていきます。はい、はい、そういうのに当たって必要なもの、はい、こちらです。はいはい、こちらですね。どちら、何、何を見せてんの。すみません、今すみません T シャツ見せて、僕の爆売れ T シャツを。いや、爆売れ T シャツです。はい、これ僕しか売り上げ知らない、あの僕が作ってる T シャツ、すごいですよ。はい、はい、僕しか知らないんで僕だけしか答えられないんですけど、爆売れ T シャツですね。まあだからもう三森が言うならもう爆売れだと信じるしかないよね。はい、見せないですけど売り上げとかは。まずすごいですね、はい、2兆らしいです。いや高っ、2兆って乳酸菌じゃないんだから。いやその個数ね多いけど、はい、さすがに2兆ないんじゃない、わかんないですけど。いやわかんないけど、はい、そういう数のやつやめてください。いや例えないといけないルールでやってるんで僕ら。あそうなんだ、はい、気になった方はぜひ概要欄から見てみてください。はい、結構最近新規の方とかが購入してくださったり、いつも見てくださってるから購入してくださって、はい、いや嬉しいですね。いや嬉しいですね、いろんな色あるんで、はい、いろんな色あるんでよかったら青色買ってみてください。いやお願いします。めちゃくちゃ指定してきた。はい、だからこれ、あそうだ忘れてた、これ忘れんね。すいません。そこでしょ。はい、はい、これ穴開けるために必要なもの、はい、僕は、このスーパーモグラくんという、スーパーモグラくんね、はい、これで穴をグリグリ開けていくっていう便利グッズ、はい、これも DDA で買えるやつですね。元祖モグラくんもいたのかな。あーそうか、スーパーがいるってことは、そうだから孫モグラくんもいるんじゃないですか。そうね、それ孫モグラ悟空みたいなの、はい、孫悟空の、はい、なんでわかんないけど、なんで孫モグラ、やっぱスーパーついたらやっぱイメージ的にサイヤ人になっちゃうのよ、はい、感じかな。孫モグラ、はい、ソンモグラ君ですね。スーパーモグラ君ね、はい、でこれが掘り返す用のスプーンなんですけど、はい、普段使ってるスプーンです。はい、はい、これでちょっと穴の加工をやっていきますんで、ちょっと1個目は説明しながらいきましょう。はい、はい、まず上っ面の表面のやつだけ1回取ります。はい、やっぱ表面のやつって結構雑菌がつきがちなんで、はい、それはちょっと一旦分けます。で穴をグリグリと軽く下に押し付けるイメージでグリグリとやってったら、もうこんなに簡単にすごい綺麗に、まあ僕は結構下の方まで穴開けます、ね、そこまでね。はい、で、はい、このこれもまだ新鮮で、はい、元気な菌なんで、うん、まだこれをもう一回ボトルに詰めてあげたら、うん、また菌糸がこう、ま、回って白い、はいはい、栄養価の高い菌糸瓶になるんで、うん、これも残します、はい、僕はこれでまた詰めればまた禁止瓶として使えるようになるんで。なるほど、もったいないですからね。もったいないんで、
だからどっちでもいいです。僕も場合によるって感じです。これ集めてはいるけど、うん、結局詰める時間なくて捨てるパターンもあります。なるほど、はい、なんで、ね、そうですね、一応残してで集めた時にこういう膜表面上のやつは雑菌がある可能性あるんで、はい、そういうのがあると青カビとか菌がうまく回んなかったりとか起きる可能性があるんで、うん、上っ面だけ一回捨てましたって感じです。本来もうただ捨てる時やったら別に上っ面とかだけ関係なしにとかなく、はい、やっていいです。なるほど。でこの長いスプーンで下の方の底の方の空間だけ、はい、幼虫が幼虫用の空間を作るみたいな、だから廊下とリビングを作ってる感じですね今ね、はい、通路をモグラ君で上げてそこのリビングをスプーンでほじくり返す。そうですね、すごいね。やっぱ幼虫も結局空間をやっぱ大事にするんで、はいはいはい、空間を自分で狭いと空間を自分で作って、うん、そこでそっから餌を食べ始めるみたいな感じになると思うんで、その時間をね、はい、その時間とその体力を手に減らさせないために人間がまず広げてあげるという、はい、サポートしてあげる、サポートですね。だからもうすぐ住めるよみたいな状態にするって感じです。いいよ、はい、引っ越したいな。引っ越したいですね、うん、さあこれでちょっと見づらいんですけど、そうですね、はい、幼虫が縦じゃなくて横に寝れるぐらいの空間を下に作ってます、はい、これをなんか5つちょっとやっていきましょうか。はい、なんでこの間は、うん、僕と平岡さんの恋バナですね。恋バナなんかよ、はい、もう最近どうですか、恋してる？恋してる？最近は恋してないね。平岡さんなんか一時期恋してましたよね。恋してたな。え、どうだったんですか？いや、恋は破れたね。マジですか？うん、高評価お願いします。いやいや、ならんよ。無理か、ごめんなさい、ね、無理あるやん。ごめんなさい、うん、あ、破れたって感じなんですか。まあそうやな。あ、そうなんですね、うん、何が原因というか、まあ、うまくいかなかったよな。うん、デートとか行ってたんですか、ちゃんと。まあデート、まあ遊びに行ったりはね、はいはいはい、してましたけど。なんか一番、まだ好きなんですか。まだ好きというか、まあ、そのいい感じで別れれたんですか、円満で。まあまあ、なんかごちゃごちゃはあったけど、若干、まあまあまあ、しょうがないですよ、別れるってなると。まあ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 、一番の思い出は何ですか。まあでもなんだろうね、楽しかった、動物園楽しかったな。あ、いいですね。動物園はやっぱ動物好きやるんでね、僕は。あー、はい、好きですね。あの、ズーラシアってわかる、横浜、神奈川の方にあるんだけど。え、ビルの上にあるやつ。いや、全然ちゃう。全然ちゃう。すいません、じゃあ、ちょっと忘れてください。なんか、まあ結構サファリパークにちょっと近いかな、ちょっとね、その動物園やけど、はいはい、ちょっとサファリパーク感もあって、はいはい、なんか、まあ、マジで衝撃やったのがさ、はい、キリンとシマウマとチーター、はい、おえが同じ柵囲まれずに一緒のとこにおんねん。肉食動物とシマウマ走り回ってんねん、ずっと。いやいやマジで。すごくない？すごいっすね。チーターはもうなんか狙ってる構えしてて。大丈夫それ、心配になる。なんか調べたら、はい、チーターって、はい、そのサイズ的に自分より大きいの行けへんらしくて。あ、そうなんすか。うん、まあ、ガツイくぐらいやったら行くんかな、シマウマごついから、はい、はいはいはい、だから多分食べられはせんねんけど、でもシマウマ側はマジでビビってる、ずっと走ってるから。ほんまに泣きながら、すごい。なんかもしかして小さい頃から一緒の子たちとかなんですかね。いや、どうなんやろうね。いやでもまあ結構衝撃です、ね、いや衝撃、いやこんなええのって。確かにな、あれはめっちゃおもろかったな。シマウマとキリンとみたいなのはイメージありますけど、いやあるやろ、チーター、チーターはないっすよね。でマジでびっくりした、あれはすごかったな、めっちゃ楽しかった。他にもね、もちろん、はい、バイドウズもいてね、いろんな、ズーラシア、ズーラシア、まあ、横浜の動物園、神奈川の動物園、神奈川かな、うん、あ、ちょっとあれなんです、貴重な情報。いや、めちゃくちゃ楽しかったね。奥さんと行きますわ。うわ、奥さんいいひんけど、何こいついないんだよね、本当に。10歳の子供がいるっていう話さっきされたの。あれ、嘘やんな。長女、長男ね。あ、長男、だから何人かいるらしい。ああいう話、そのカメラ回ってへんとかでしてくんなよ。大変ですよ、やっぱ。ああ、そうなんや、はい、10歳になると。もうなんかスポーツとかやってんの？あ、でもアイスホッケーやってます。アイスホッケーなんや。はい、まあ、頑張ってくれるならいいですけどね。あ、逆にじゃあ、あれ、はい、そのなんか恋は、はい、してますか？なんか奥さんいるって。いやいや、勘弁してくださいよ。あ、そうか、怒られるの。はい、怒られる、もう、これが、
これがこれなんで。いや鬼が鬼鬼が鬼で、あら、そうか、これか、うん、そう、僕小指がね、あんまり伸びにくくて、そうや、そうできないんですよ。平岡さんはまた新しい恋に向かわないんですか。いや、なんかね、出会いがあればいいんじゃないですか。おお、まあ、特にそういうのは願望はないですか、結婚願望ゼロよね。え、ノーマル。いや、そう、違う、そういう度数じゃないから。結婚願望ないな。ないですか。え、結婚、まあ、例えばじゃあ、まあ、彼女できて、うん、付き合って、はい、あっちが結婚したいとか言ってたらどうなんですか。いや、その時はその時の状況によるやろ。まあそれはね。いや、でもだから自分自身が結婚願望があるわけではないってことなんです。そういうのはない、ね、やっぱできないでしょうしね。いや、そんなことないですよ、やっぱり、うん、僕も最初はそう思ってましたもん。なんで結婚してる側だとずっと言ってくるいないっすからね、はい、10歳の子供の奥さんも。いや、まあ、いないですけど、まあ、まあまあいいんじゃない。結婚願望あんの。はい、いや、僕はめちゃくちゃありますよ。いや、無理やろ、三森の性格的に。いや、でも最初はそう思ってましたって。なんで知ってる側のできてるんですよみたいな感じなんいや、でもだからね、そこですよね、うん、結婚できるかっていう不安はありますけど、はい、でもやっぱ友達みんな結婚してて、ほぼ。まあでもそうよね、都市的にもうみんな結婚しててとかいうか、う 子供がもうちょっと立派になってきたぐらいの年だな。そうですね、もう小学校、うん、中学年とか、うん、なってるとこもあるし、あるよね。やっぱみんなやっぱちゃんとお父さんしてるなと思うんで、うん、やっぱ なるのかなみたいな。いや、な、うん、いや、でもでもやっぱすごいなとは思います。いや、羨ましいよね。できる気はしなかったですね、うん、子供はやっぱ欲しいんで。そう、名前なんか考えてんの。一応、うん、女の子だったら、うん、まあ、僕の意見のみなんであれですけど、よもぎ。よもぎ、はい、うん、よもぎがいいですね。よもぎ、はい、三森よもぎ。ああ、そうですねちょっとちょっと、え、大丈夫、そこは変わらんからな。考えてなかったわ、自分の用事のこと。いや、考えろ、おばあちゃんえらいことなってんから。いやいや、いいだろ。何やったっけ、おばあちゃん名前。え、三森みどり。どうなってんねん。いや、いいだろ。おもろすぎるやろ。何、インフンでくんねん、名前。いや、しょうがないでしょ。 愛した男が三森だったから。三森みどり、それと同じ過ち繰り返そうとすんなよ。そこまでと一緒にしないでください。そんなの子、まあ、でも男はね、結構秀明推しなんですよね。あ、秀明。はい、秀明。まあその、まだね、結局そういう現実味がないんで、うん、やっぱその好きな名前とかにしたいってなるじゃないですか。秀明は何なの。やっぱ涌井秀明好きで。あー、涌井さんか、はい、今楽天の。なるほど、ワクワクさんね。はい、ワクワクさん、うん、で、涌井秀明の秀明って、うん、あの、秀才の秀に、うん、あの、1章、2章とか、第1章とか、はい、第2章とかの章なんですよ、うん、立つに早い、はいはいはい、あれで秀明っていうのがめっちゃかっこよくて。いや、かっこいいね。そう、ワクワクさんがかっこいいからね。そうなんですよね、うん、そう、だからちょっと秀明にするかもしれないんですけど、はい、秀明が完成しました。秀明たち、秀明図。はい、秀明図ですね。全員同じ名前で、はい、NHK でおなじみの。いや、秀明図です。はい、NHK の教育番組でおなじみの。あ、ごめんなさい、あれ英語リアか。いや、全然違う。何やと思ってこれ、まあ、準備できました。はい、すいません、お待ちしましたけど、ここから入れていきますので。はい、じゃあちょっと必要なものをここ青く鳴らさせていきます。宇宙天地ヨガリ教幸福魔法来処方、我が左手に込められし青き細胞たちよ、今こそ目を覚ますのだ。なんかいい、逆逆、いや、何その逆の時の。すいません、逆になっちゃったんですけど、はい、こっち青く鳴らさせていただきました。はい、はい、じゃあ行きましょうか、一匹ずつ。まずグラムが低い順でいきましょう。はい、どうだろうね、前回と今回で言うと。あ、でもまあ一緒ぐらいかな。はい、お、これも結構いい感じで食ってんじゃないですか。1匹目、はい、オス 90mm、メス 50mm の顎が太くなる系の血統で、クロブスター血統の子ですね。はい、はい、神奈川のブリーダーの方のいただいたやつです。いいですよね、あれは。あれいいです、かっこよかったんで。これが、41g、41、はい、1月7日、はい、17日、はい、で、今日が4月の7日なんで、まあ2ヶ月、3ヶ月弱って感じです。うん、だからちょっと交換するには早いんですけど、まあちょっと気持ち早めで今回は交換してみようと思います。はい、まあ結構いい感じで食ってるんでね。すごいね、なんかちょうど、はい、半分ぐらいかな。そう、だから粘れそうっちゃ粘れそうなんですけど、はい、ちょっと今回はお引っ越しということで。どうでしょうか。トロトロと。で、次の禁止でも羽化してもらうって感じですね。なるほどね。でもいい感じで食ってる気はするんですけど、下の方でゆっくり食って。
食うたんびにこう進んでってる印象なんで、いいんじゃないかなとは。あ、そう、 60g 超えてくれたら嬉しいですね。そうですね、目標サイズ、はい、やっぱ60、僕ん家で言うと63、4ぐらいで、100mm 超えてくれたんで、まあ、まずはやっぱ 100mm が大台なんで僕は、まあ、そこを目指すためにはまずちょっと 60g、まあ、そうですね、60ぐらいあると嬉しいなって感じです。さあ行きましょう。あ、でかいんじゃないか。行きます。はいはい。お、でかいぞ。プリプリや。お、でかいでかいでかい。これは60超えてるな。3 65ぐらいいってるかも。いってますね。これはかなり期待できるんじゃないですか。張りもあって、まだまだ成長しそうな、はいはいはい、さあいきます。プリプリの65ぐらいありそう。66、素晴らしい素晴らしい素晴らしいです。素晴らしいよ、いっぱい言いました。素晴らしいです。素晴らしいよ、一回言いました。一回言いました。素晴らしい。いや、これは幸先すごくいいですね。はい、いいね。いや、でかいでかい、でかかったもん。いや、確かにね、お尻もでかかったもんね。さあ、まだまだ大きくなりそうな、すごいエビマヨみたいなね、うん、素晴らしい。でかいな、やっぱ66は迫力違うな。いや、ごついね。さあ、まだ食ってくれそうですね、まだ、うん、もうちょっと幼虫してくれそうな。ぐいぐいと進んでもらって、こう穴を開けてることによってこう動くだけで進んでくれるんで、なるほど、ね、自分で掘らなくていいんで楽にね、はい、そこまでついて、まあちょっとね、あれなんですけど、はい、若干斜めですけど、あ、まあ、空間にこう収まるようにっていう感じですね。やっぱ大きいからちょっとあれだよな。そうですね、もうちょっと広げてもよかったかもしれない。かなり大きいね。いや、立派に育ってくれてました。66、素晴らしい。いや、非常にいいスタートです。うん、66ってことは25g アップ。すごっ、すごいですね。めちゃめちゃアップするやん。めっちゃアップしてくれました、うん、これがね、だから縦に伸びてくれる、その体調に行くのか顎に行くのかっていう、はい、そこも楽しみですね。やっぱ顎に行く、クロブスターならね、やっぱ顎にも行くんじゃない、ね、もしかしたらね、うん、でもあの 104mm の大きい子も、うん、結局顎でかかったんでね。確かにな、なんかそこも含め楽しみです。いや、いいですね。じっくり育ってほしいですね、もうちょっと。そうだね、素晴らしい。単純に僕ん家の血統の子たちでいうと、60中盤弱いったら 100mm 超えてたんで、おそれでいうと 100mm 超えそうっていう感じですね、その、はいはいはい、その子たちで言うとですけど。いや、素晴らしい、言ってくれればいいですね。一発目から、はい、超大物出ました。さあ、いや、いいね、いい食い方してました。やっぱこの食い方いいですね、今みたいにね、下から順に食ってる感じ。さあ、さあ次しょうか、このまま波に乗っていきましょう。いいね、幸先いいから、うん、そうですね。で、次も90、クロブスター、はい、で、48g、 前回 48g、 はい、ですね。食い方的にはどうでしょうか。どうか、なんかやっぱイメージは、うん、こういう空洞、はい、が広範囲にあるやつは、うん、ちょっと動き回っちゃってるイメージあるんで、る、ちょっと体重落ちてる、体重落ちてるか、伸び悩んでる印象というか、じゃあじっとこう多分ただただ食べてるだけじゃなく、そうですね、動きが多いと。だからやっぱさっきの子は空間なく食ってくれてたんで、体重も落ちずに育ってくれてたんかなっていう印象なんですけど、この子はどうなの、どうなってるか。とはいえ一旦元気だったらね、そうですね、全然問題ないので。どこにいるんだろう、分からへんもんやな。そうですね、やっぱまあボトルがでかいんでね。あ、どこだ、ちょっと叩きます。あ、来るか、あ、まだ来ない、来ます。教室作ろうとしてたかな。あ、出てきた。あ、行きます、行きますか。はい、来ました。はいはい、あ、やっぱちょっと小ぶりかな。まあ、とはいえですね、でかいですね。そうですね、50中盤ぐらいはありそうな。はいはい、いきます。はい、あー、51、51、てかもう洋室作りそうだったかな。なるほどな、一郎ですね。素晴らしい、プロスピの、いや、そう、ついにね、パワープロ、プロスピに。 TikTok とかでも流れてるんですけど、一郎、うん、がショートゴロ打ったらなんか普通にセーフになっちゃう動画みたいな、あ、めっちゃ上がってて、まあ早すぎて、早すぎて、まあ内野安打とかもついてるやろからね、はい、能力やばい、チートすぎるっていう、まあ、でも仕方ないよ、いや、しょうがないですよね、一郎やで、
いや本当ですよ。メジャーで、メジャーであんなレジェンド、レジェンドだったんですから。そりゃそうやわ。51か、51です、ね、だから多分洋室作り始めてて、うん、体重落ちてきてたかもしれないですね。なるほどな、うん、まあ、洋室作るなら体力使うよね。使いますね、うん、であと体液を抜いていくんで、はい、そのさなぎに必要ない体液を、なるほど、を抜いて、その抜いた体液と土を混ぜて泥壁みたいな、うん、あ、固めるみたいな、はい、固めるために使ったりするんで、すごいね。そうですね、糞と糞と、まあ、口から体液出してみたいな。はすごいね一級建築士、うん、まいね。そうやって押して作ってんやな。いや、そうなんですよ。そう考えるとやっぱ体力を使うわな。相当使いますよね。餌も食べなくなるし、うん、そこで言うとだから、まあ、すぐサナギになるかもしれないです。なるほど、ね、まあでもとりあえずよかった、まあ、元気でよかったですね、うん、さあそして次、はい、次が 49g、 49、はい、それは下からというよりは上から。そうですね、中間から上にこう切ってる感じなんで、またこれもどう変わってくるか。1匹目がね、うん、どでかだっただけにね。そうやね、ここからね後続も続いてほしい、うん、どうでしょう。しっかり食ってくれてるとは思うけど、どうだ、洋室とかじゃなければいいけどな。洋室作り始めてなければ。どうでしょうか、すぐ出るんじゃない。あ、出ないか。あ、来ます。はい、おー、行きましょう。おー、出ました。50代、あ、50ちょいですかね。うん、まあでも元気そうだよ、うん、そうですね、何よりです。47、ちょっと下がったか。ちょっと落ちたですか。下がったか。大丈夫よ、問題ないです。うん、こっからやからな。はい、まあ、このままさなぎになってくれるかなって感じですね。はいはいはい、これで、うん、あ、で、この食べかす、食べかすを 2,3 倍入れてます、僕は。はい、食べかすを 2,3 倍入れることによってどうなるんですか。あ、やりたいですね、そういうのを。当たり前にこう逃しちゃうんで、言い逃しちゃうというか、前の動画では言っても次の動画で言い忘れたりとか、はい、そういうのを防ぐためにやっぱこうあんまりクワガタカブトムシの飼育経験ない人をカメラマンでお願いしてたりするんで、そういう質問はすごい助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。いい、言わんのかい。あ、何のために入れるのっていう質問言わんのかい。A じゃないよ。知らないです。知らないじゃない、知れ。いやいや、知ってやれ。怖知れってちょっとドキッとしますね、なんか。そう、怖いワードだったわ。ちょっと近いから。はい、一応、まあやっぱそのやっぱクワガタカブトムシってそのなんていうんですかね、幼虫自体にこう消化機能の消化能力みたいなのがないっぽくて、はい、うん、で、バクテリアとかが土を分解することによってその幼虫も栄養をもらうみたいな感じなんですけど、はい、そのやっぱそのなんか一緒にいたバクテリアもこう入れることによって幼虫の負担を下げるというか、はいはい、そういう意味でもやっぱり大事なやつです ね、 ね。だからなんだろうな、一人暮らしじゃなくて友達も連れていくみたいな感じかな。あ、やっぱ一人だと寂しくて、寂しいからね。そんな感じなんや。まあ、分かりやすく言うと僕の中でなかなかないけど、はい、一人の方がやっぱ落ち着くわって人多いと思うし、やっぱね、上京したてとか一人だと落ち着かなくて、友達がその土地にいるのはね、そうですね、安心はするけどね。一緒に一人の時ってやっぱ落ち着かなくて壁とか削っちゃうじゃないですか。いや、削ることないわ。壁とか削って食べちゃうじゃないですか。ないってそれ、もうかなりクワガタ側やからまあそういう、まあだから、まあ、バクテリアをもともともと一緒にいたバクテリアも一緒に入れることで、はい、こう暴れたりとかそういうのをなくすというか、うん、なるほどなるほど、そういう意味でもやっぱ入れた方が良さそうですね、はい、ちょっと下がっちゃいましたけど 47g、 はいさあ続きまして、はい、こっからあと2匹、そうですね、66に続く、そうですね、子も出てきてほしいけどね、うん、これちょっとちょっとまだ食いが浅いんですけど、ね、交換してみようと思います。はいはい、この子はまた変わって親が104ミリと52ミリの子、大きいですね、はい、だからオスは神奈川のブリダーの方からいただいた子で、はい、メスは僕ん家からの子ですね、はい、が 53g、 前回53、前回53で、今回どうなってきてるかっていうところですけど、17増えていれば 60ですね。で、若干こう気持ち早い近視敏効果になるんですけど、はい、これがまあどうなるかっていうところですが、はいはい、割り出し時期は10月ですね。だから多分9月8月後半から9月ぐらいに孵化してきてる子かな、うん、なるほどね。だから半年ちょっとかな、今半年で、はい、スマトラはやっぱ1年ぐらいで孵化してくるんで、基本1年ね、かけて、はい、そうですね。あ、来ました。あ、洋室作り始めようとしてたかな。なるほどな、はい、ちょっとちっちゃいな。
しぼんだかな、しぼんだかもな、いきます。あ、でもちょっと増えてます、まあ、そうですね、55、はい、この1本で、うん、でもいいかもな、みんなもう今のでいけた感じあったか、うん、あああ暴れちゃった、これが暴れ、これはまたちょっと違います今の暴れじゃない、はい、でもクワガタからしたらやっぱ居心地悪いんでね、人間でいう地上がクワガタの中でいうと地中で、はいはいはい、やっぱこの今僕らでいうこの地上、はいはい、この空間は多分もう水中みたいな感覚、あそういう感じ、苦しいというか居心地悪い、居心地悪い、 55g、 あまあでも元気そうだね、そうですね、だから分かんないもんだな、確かにな、前回のグラム数が全てじゃないからね、そうですね、成長期って人間もやっぱ様々やからね、そうですね、あーでもなるほど、1匹目の子は11月に割り出ししてる子ですね、あなるほどね、だから1ヶ月遅いのか、ずれてたんや、はい、だからそこからの伸びがやっぱ多かったよね、そうですね、成長期前に測ってたのか、だからタイミング的にはそっちの方が良かったのかもしれないですね、うん、この子たちはちょうどもうさなぎになるならないのあたりなのかもな、なるほどな、今回の周期で言うと、だからやっぱ近視民の交換タイミングとかもやっぱ大事って言うんですけど、はいはい、そういうことなんでしょうね、なるほどな、そのもう伸びきんないかったりさなぎ作り始めるタイミングで近視民交換しちゃうのは、うん、そうちょっともったいないというか、そうだね、しますからね、はい、結構だからちょうど加速、マリオカートとかも加速のやつあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あれもほんとちょうどいいタイミングでこう加速に乗ってって速くなるみたいな、うん、あれに近いのかもしれないですね、近視民の交換も、あそこでね、はい、加速させるための、そうですね、いいとこで踏まんとな、タイミングみたいな、うん、確かにね、雷された時に加速しても大したことないからな、そうですね、僕マリオカートあんまやったことないんで分かんないですけど、例えて出してくんなよよう分からんかった、はい、だいぶ寄せに行ったぞ、ほんと雷って言われてちょっと引きました、うん、いいすいません、ちっちゃくなんねんね、雷されると、あーなんかありますよね、そう記憶はあんまやる機会なかったんで、はい、友達ゼロだったんでね、友達5億人いたわ、あーほんといなさそう、はい、神梨めっちゃいたし、マジ認定マジいたし、あいなかったやつの、はい、4.5 人いました、うん、1人半分、はい、さあということで僕の友達事情が分かったところで、怖かったけどね、はい、ラスト、これも90ミリクロブスターで、前回が56グラムですね、はい、はい、大きいですね、大きいです、やっぱこう空間できてるから、うん、かなり空間がありますよ、ね、もしかしてこれ洋室を作ってるのかもしれないですね、あ削り込んでの、まあちょっと今回は交換してみますけど、はい、以降はちょっとやんないかもな、もうしない感じですか、はい、だからタイミングは大事ですね、さあ、いきましょう、どこだ、やっぱ様子がどこにいるか分かんないもんな、あ、いました、あ、やっぱ洋室かな、洋室っぽいけどな、作ってるんですかね、うん、ちょっと出しましょう、一回出なかった、はい、来ました、はい、出ました、はい、やっぱちょっとちっちゃいな、そうですね、しぼんでるかな、そうですね、50前半な気がしますね、あ50です、やっぱちょっとしぼんだんかな、やっぱい間違いじゃないかもしれないですね、変えない空間作るイコール、あ、まあそういうことね、はい、その餌を食べて通ってる空間っていうよりは、うん、なんか土がそこからなくなっちゃってる空間みたいな感じというか、うんうんうん、になるのはやっぱ土を引きずり込んで洋室を作ろうとしてるのかもしれないですね、はいはいはい、だからそのなんかツヤクワガタとか、うん、そっち系で見られる傾向のやつ、はい、もうやっぱあるのかもしれない、普通他のクワガタでも、なるほどなっていう結果になりましたね、まあでも無事ね、前頭そうですね、元気でありましたし、1匹ね、はい、66と、はい、そうですね、一応今のところではギネスになるのかな、いや、ちょっと適当なこと急に言わないでくださいよえって言っちゃった、普通に本当集中してよ、否定してくれへんかったら叩かれるから、いやいや、大丈夫、やめてよ、平岡さんだけは叩かれないでずっと来てるからそんなことないでしょ、はい、みんなえ、ありました、平岡さん、なんかそういうの叩かれるようなことはしてないと思うけど、わかんないです、ないですもんね、うん、キモいとかはあんじゃない、平岡いや、なかった、あ、あったか、あったか見てないんでわかんないですけどあーでもよかった、とりあえず5匹引っ越して、まあ、このちなみにこの出た肺筋腫っていうんですけど、はい、この
まあ、使い終えた菌糸みたいな、食べかすですね、はい、これは、まあ、袋に詰めて、うん、冷凍処理して特大ケージに僕は投入するか、はい、産業廃棄物の業者、廃品回収業者みたいなのに問い合わせて処分してもらうって感じですね、お金出して。なるほどね、はい、大変やね。そうですね、だから地域によって方法あると思うんで、それはまた各自治体で、皆さんの自治体のに相談してみてください、はいはい、ということで、以上です。はい、はい、いやまあでも無事で、はい、よかったです。いやよかったですね。で1匹目がね66で、いやそうでしたね。そう、禁止瓶の交換タイミングが多分もう、うん、みんな成長があんまりしてなかったのは、うん、ちょっと洋室作り始めようと動き始めて体力落ちてきて、うんうん、体力というかグラムが、うん、体重が減ってきてる感じだと思うんで。なるほど、うん、だから最大体重がこの55ってよりは多分このこことここの間に多分最大体重があったのかな。なるほどなるほどね、感覚ですかね。だから禁止の交換タイミング的に今回で言うと10月の子はちょっと遅かったのかなみたいな。だったらちょっと引っ張っても2本目の交換する前にサナギになってもらう、うんうん、だからちょくちょくいたサナギになってる子が正解なのかもしれないです、はいはいはい、で11月の子に関してはすごい伸びてくれてたんで、うん、なんかこれもいいヒントになるかもしれないですね。そうですね、交換タイミングの、うんうんうん、はい、だから11月に禁止瓶入れて、3ヶ月で交換して3ヶ月で交換してるって感じなんで、うんうんうん、まあ、ちょっとなんかすごいね、はい、参考になるとこあれば、はい、はい、つまんでください。お願いします、はい、平岡さんどうでしょうか。いやー、まあ、まず無事だったのは良かったですよ。いや良かったですね。で、まあ、目標とした60をね、はい、まさか一発目で、いやそうですね、達成して、いや良かった、いやすごいね、はい、楽しみやね。楽しみですね。100超えるのやっぱ迫力団地やから。そうですね、何匹出てくるかですね、うん、こんだけ抱えてたら。そうやね、はい、50は出てくんじゃない。あ、今のところオスが、うん、あでもそうか、今オスが60匹いるんで。すごっ、それの、うん、俺30って聞いてたから。確かに、うん、それ上回って。確かに、うん、一応ごめん、第1陣が30で、ごめんごめん、第2陣が今30って感じなんで、すいません、ごめんごめんごめん、すいません、僕が伝え忘れてました。ごめんごめん、うん、俺、うん、それ俺、30、ごめんごめん。拳で決着つけますか。いえいえ、そんな、なんでそんなタイプ、すいません、怖、はい、九州団地。いや、やめろよ、九州出すなよ、こういう時にネガティブキャンペーンで。それが守るんで、九州。いやすごっ、背負ってんやん、はい、ソフトバンクやと思ってたけど。ちょっと待ってください、それはちょっと話が別なので、はい、一旦すいません、すいません、はい、まあまあいい球団ですけど。いやいい球団、強いしね、うん、僕と同じ名前の三森選手もね、そうだよね、非常に頑張ってますし、うん、活躍期待して皆さんも見守ってみてはいかがでしょうか。言われても活躍するよ、はい、そうですね、今日もホームラン打ってたんで。あ、すごいね、すごいですね、ソフトバンク強いね、はい、ということで、今日のプロ野球ニュース終了です。いや、プロ野球ニュースじゃないから。はい、はい、いやでもだからその66の子、平岡さんとまた羽化掘り出し、はい、うん、まあ、その100超える超えないとかそういうところの一喜一憂も含め、はい、無事に羽化してきたたくさんのスマトラ見て、ちょっとこうなんか眼福みたいなね、うん、味わいたいですね。いやそうやね、はい、で多分第一陣の子たちは夏から夏終わりぐらいには羽化始めるんじゃないかなと思うんで、うん、楽しみにしててください。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上になるんですけども、平岡さんのチャンネルも概要欄にありますんで、はい、そちらもぜひ飛んでみてください。お願いします、はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。